監督、今日は見事な逆転がセーフになりました。いかがですか。はい、みんながね、一生懸命こうつないで、得点しながら追い越してね、追いつけ追い越せということで、本当にいい今日は試合の流れでしたね。はい、浅野のホームラン、それからオコエのタイムリー、ウレーニャホームランと、はい、このあたりのバッティング、どのように映りましたか。はい、浅野翔吾もなかなか打率が上がらなくてね、苦しんでたんですけど、ここのところ調子が上がってきて、今日も気持ちいいホームランだったと思うんですよね。またホームラン打った後も大事なので、気持ちを引き締めながらまた明日も打席に向かってもらいたいなと思います。ウレーニャもスランプでね、なかなかヒットが出なかったんですが、少しずつウィーラーコーチと細かい作業をやりながら、はい、微調整しながらね、いい形になりつつあるんじゃないかなと思います。ですから今日のホームランも彼は本当に嬉しかったと思いますしね、はい、このホームランをつなげて、次につなげていってもらいたいなと思います。先発のメンデス、それからその後リリーフの畠、今村、はい、それから伊藤という4人のピッチャー、はい、そのピッチングに関してはいかがですか。メンデスは今日は5回で変えようと思ってました。で、本人にも伝えたんですが、本人がもう1回行きたいって言うんですね。そうだったんですか。はい、でどう思うかって、素晴らしい、まだ135球までは頑張れるからって言ってですね、はい、本当に尻上がりに調子を上げてきて、なかなか三者凡退では終われなかったんですけど、非常に粘り強いピッチングをしてくれたと思います。はい、今週振り返ってみますと、まず鎌ヶ谷で大量点で勝った試合もありました。はい、それから中川、それから大勢が連投したと、はい、このあたりはどのように監督評価されますか。はい、2軍も勝利を目指して頑張ってるんですが、1軍待機選手の調整っていう、大きなミッションもありますので、今週は中川大勢と2人とも連投を目標にしてましたので、しっかり連投することができて、で今その後の状態を確認してるんですよね。で、明日は彼ら2人登板できると思いますので、そうですか、はい、明日投げてその後の状態が良ければ、一軍の方に推薦したいと僕は考えてます。あ、そうですか。はい、明日のその後府中の試合も楽しみですね。そうですね、本当に僕たちも楽しみにしてますし、彼らも2人とも投げるのすごく楽しみにしてますし、またファンの皆さんにも楽しみにしていただけたらなと思います。今日もスタンドたくさんのファンが詰めかけましたし、はい、明日もおそらく、ね、大勢のファンの前での試合になるかと思いますが、そうですね、はい、ぜひいい試合をしてですね、一人でも多くの皆さんに楽しんでいただきたいなと思います。桑田監督に伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。